はい、やっけ、はっけというところで、この動画は認知度低めの出先機関、農林水産省の動物薬品検査所、通称やっけんをアピールする動画です。実はうちのマスコットキャラにジェニファーというものがいてですね、実はあんまり使っていないので、廃棄されてしまう恐れがあったので、いろんなところにお仕事くださいっていうふうにオファーをかけまくっていたんですが、この度、霞が関の本省からお仕事が来ました。おめでとうございます。その霞が関の本省の農林水産省1階に消費者の部屋っていうのがあるんですけども、そこで動物薬品関係の展示をするということで、ジェニファーがこうゲストというか展示物の一つとして来てくれないかというオファーが霞が関の方から来ました。はい、で消費者の部屋っていうのは農林水産省の1階北側にある、まあ、小さな部屋で、まあ、入館証とかなくても誰でも一般の人でも入れるところで、まあ、そこで展示していて、まあ、もちろんジェニファーに会ったり触ったりすることもできるので、ぜひ皆さん来てください。11月の27日月曜日から、金曜日まで1週間だけ、展示していますので、近くに寄った際はですね、ぜひ皆さんジェニファーに会いに来てください。よろしくお願いします。大変ありがたい話ですね。これでまた廃棄にストップをかけることができるというところで、ジェニファーを送り出してあげたいんですけど、しかしちょっとですね、ジェニファー、長い間放置しすぎたおかげで結構汚くて、足とか首とか目とかが、体のいろんな部分がちょっとガタが来ているので、ちょっとこのまま霞が関に出すには恥ずかしいと思います。そうです。というところでですね、今日はジェニファーをもうちょっと綺麗にして、修理していきたいなと思います。それではですね、今日修理してくれる仲間を紹介します。やっけ発見メンバーの一人であるわたわたくんです。どうぞよろしくお願いします。はい、わたわたくんです。まあ、こういう工作美術関係が得意というところでですね、今回ジェニファーの修理に抜擢してみました。それではジェニファーの修理行ってみたいと思います。頑張るぞ。まず汚れを拭きます。はい、こんなね、こんな汚いですよ。顔周り綺麗にしていきたいと思います。取れるんですよ、頭だけ。次は目をちょっと修理していくんですけれど、目ね、実は昔光ったんですって。でも今もう光らなくて、なのでその光る機能をちょっと回復させたいなと。取れました。こっちも摘出完了ですね。これ新しい目ですね。これをこんな形でつけていこうかなと思います。こんな感じでね。そう、とりあえず当座手術は完了ですね。じゃあ次はですね、牛ってピアスしてるっていう動画が多分前の動画にあったと思うんですけど、その動画で出てる、牛のピアス、地表っていうんですけど、これ今サンプル品なんですけど、これをもうジェニファーにちゃんとつけていきたいと思います。こんな感じでガシャンってつけるやつがあるので、これで一気にガシッとつけていきます。いきます。こんな形でつけることができました。こういうイメージでついたことになります。右耳は私磯ベーコンがチャレンジしてみたいと思います。コツがね、いるんですよ。入った。よしよし、いきます。お、どうでしょう。素晴らしい。これですね、ジェニファーの首飾りに使うパーツなんですけれど、こんな感じで瓶と組み合わせて、動物の薬がよく入ってるバイアルっていう瓶をイメージしてこういう形にしました。これをですね、こんな感じでジェニファーの首のところに吊り下げていきたいと思います。ただこんな感じで、次はですね、ここを
ちょっと皆さんからこの首周りね、中見えてね怖いっていう声があったんで、隠すために100均でフェルトを買ってきました。ちょっとこれをね首に巻いてあげて、この露出部をねちょっと隠せればなと思いますんで、はい、こんな感じで首はもう隠れたんで、これで一応体部分は完成ということで、じゃあ綿綿さん、無事ジェニファーの手術が終わったみたいなんで、一つずつ説明してもらってもよろしいでしょうか。わかりました。じゃあちょっとお尻側からいきますね。全体的にですね、強度を高めるためにツヤ出しのニスを、塗布しました。これでね、全体的にちょっとこう体に照りが出たのと、あと少し髪の強度が上がったので、外に出ても壊れにくくなりました。でちょっと頭の方に行って、これが一番目を引きますよね、このスカーフで。で露出していた首の部分を隠せるようになって、で、下のところにですね、このバイアルをイメージしたこの首飾りを設置しました。で最後頭の方なんですけれど、今までですね、プリントアウトした辞表がついてたんですけど、こちらご好意でいただきました本物の辞表をこちらに設置しております。で最後に、目ですね、今までついていたちょっと怖い目を外して、新しい目を移植しました。ジェニファーの手術は終わったので、これで一応お出かけできるようになったと思います。やあやあ、あーすごいね、しっかりもう可愛くなったし、なんか全体的にツヤも出て良くなったんじゃないですか。ありがとうございます。ご苦労様でした。じゃあこれ確か最後にお楽しみがあるんですよね。はい、いきます。3、2、1、点灯。赤色、緑色、青色、いろんな色に点灯することができました。じゃあこれで消費者の部屋に送り出したいと思います。ジェニファー、消費者の部屋に行ってらっしゃいの意味も含めて、いつものあれをやりたいと思います。せーの、やっけん、発見。